は新 NISA は福利でお金が増えていくと聞いたけどいまいち実感がないので本当なのという話をしてきますこの質問はよくもらうので気になる方も多いと思いますそんな方にこの動画では投資における福利の考えは誤解が多いためもやもやがスッキリできるように解説しますので この動画が役に立ったと思ったらぜひいいねをお願いします。それでは早速見ていきましょう。ではこのパートで新忍者で福利効果は本当に効くのか超初心者向けに解説という話をしていきますが先にこの動画の結論をお伝えします。一般的な福利のイメージは預金のように元本固定 将来のプラスの利回りが約束されていることが前提なので、投資とは異なり、新入差での投資信託も、福利が効く派と効かない派で分かれる。その上で、分配金を出さない投資信託は、構成する株式の配当をファンド内で再投資して、基準価格の上昇要因となるため、福利が効く認識でいいと思う。また、将来の上昇が期待できる。 米国株式や全世界株式は長く運用を続けた結果として福利が効いていると考えるのがいい。この結論をもとに新ニーサでの投資における福利の考え方を丸ごと解説したのでぜひ最後まで見てください。早速ですがあなたは今こんなモヤモヤがないでしょうか。新ニーサの投資で福利は効かないと見た。アインシュタインが福利は人類最大の発明と言ったけどなんだかピンとこない。 配当や分配金の再投資が、福利とはどういうことか。いろんな人が YouTube やブログで、投資の福利について解説していますが、なんだかよくわからないし、いまいちしっくりこないという方も多いはずです。ただし、そんな方も安心してください。この動画を最後まで見れば、投資で福利の賛成派と反対派の意見がわかった。預金と投資だと、福利はそもそも考え方が違う。 配当や分配金の再投資も解決と今までの福利のモヤモヤもすっきりできるので分かりやすくお話していきます。最初にそもそも福利とは何なのか身近で分かりやすい例として銀行に預けた時の預金における利息のイメージを持つのがいいでしょう。今の預金金利は超低金利ではあるんですが仮に金利が3%つけてくれる銀行があるとしたら1万円で 300円の利息になるため、喜んでお金を預けるでしょう。その上で利息の付き方は、二つの種類があります。まずは単利これはイメージしやすいと思いますが、資金の下で、すなわち元本に対してのみ、利息が付くもので、商品でいうと、元金継続型の定期預金などがあります。一方の福利は、元本プラス利息に、また利息が付いて、どんどん増えていくもので、 商品で言うと、元利金継続型の定期預金や、株式、投資信託などで、福利は期待できます。具体例として、元本1万円、金利3%だと、単利では毎回300円の利息がもらえます。一方の福利は、まず元本1万円に対して、金利3%がかかり、300円の利息が出る。ここまでは単利と同じですが、 その次に金利がかかるのは元本プラス利息のこの1300円に対してです。この利息がついて増えた1300円にさらに3%の金利がつくため309円の利息となり合計で1609円となるんです。単利だと元本プラス利息で1600円になっていたのが福利だと1609円なので 確かに、福利が効いて大きくなっていることがわかります。このように、元本プラス利息に、また利息がつき、雪だるま式に増えていくのが、福利の効果なんです。ただし、今回はあくまで、投資における福利の話なので、あれ、なんか変だなと思いますよね。そう、これが続くと確かに、雪だるま式にお金は増えていくんですが、二つの前提があることを認識しておく必要があります。丸一、元で元本が、 一万円と固定で減ることがない。丸二年丸パーセントといったプラスの利回りが長期で約束されている。投資はこれが当てはまらないので、預金と投資の福利は別であるという認識をまずは持ってください。そうしたら、投資における福利とはどんな考えをすればいいのか。投資といってもいろんな形がありますが、今回はわかりやすくしたいので、EMAX スリムなどの投資選択を前提として進めていきます。 新ニーサでも多くの人が選んでいるのが、このようないろんな株式などが袋詰めになっている投資信託だと思います。先におさらいも兼ねて、投資信託の価格はどう決まるのかは、基準価格を知っておきましょう。例えば、投資家3人からお金を集めて、ある投資信託ができたとして、それぞれ5万口、3万口、2万口投資をしたとします。この口数は投資信託の単位のことで、 そうすると、一口1円で運用がスタートした投資信託は1万口あたりの基準価格が表示されるので、投資信託の最初の基準価格は1万口あたりで1万円となります。で、投資信託に集まったお金は様々な株式などに投資されていきますが、基準価格と合わせて知っておきたい純資産総額もさっと話します。 純資産総額はその投資信託に集まって実際に運用されているお金なのでこの例だと10万円になります。その上で基準価格と純資産総額は密接な関係があり基準価格イコール純資産総額割る口数で計算されます。この基準価格と純資産総額は後でまた出てきますので覚えておいてください。じゃあ実際に 基準価格が上がった時のケースを見ておくと、スタート時の基準価格が1万口当たり1万円として、その後、投資信託の中身となっている株式が値上がりしたとします。すると、もともと1万円だった基準価格が1万1000円に上昇したら、1万口持っていた人は、基準価格の上昇により、プラス1000円の利益になるんです。 このように、投資信託を購入した時の基準価格より、売却する時の基準価格が上昇していれば、利益が出るというシンプルな理解を持っておきましょう。ただし、ここで少々ややこしいのは、基準価格の変動要因はいろいろとあることです。例えば、資産価格の変動や、分配金が出るか出ないか、為替の変動があるか、運用に要する費用はいくらかなど、預金は元本が固定ですが、 投資は元本が変動していくので、そもそも福利の考えも異なるんです。そのため、投資において福利は効く派もいれば、投資では福利は効かないという人もいるので、先にこちらの投資にも福利は効く派を見ておきましょう。では、まず、投資に福利は効く派の意見を見ていくと、例えば、米国の代表的な株価指数、S&P500 を構成する、 上位銘柄を見てみると、世界最大級の石油会社、エクソンモービルや、私たちも日常生活で使っている、P、P&G、そして今や知らない人はいないであろう、アマゾンなどがあります。このうち、エクソンモービルや P&G は、高配当株としても人気で、直近12ヶ月の配当利り回りは、3.24%、3.11%なので、つまり、S、S&P500 に投資をすると、 これらの米国株から配当を受け取れることになるんです。ただしアマゾンは配当利回り0%ですが、これはアマゾンのようなハイテック株は配当を出さない代わりに事業投資に回して、それによる企業の成長を重視していると思ってください。ここで株式の配当金と投資信託の分配金の違いも整理しておきます。仕組みは似ているんですが、お金の出所や内訳が異なります。 まず、株式の配当金は、企業が事業で発生した利益の一部を株主へ渡しますが、一方の投資信託の分配金は、株式の配当金だけでなく、運用益も含まれます。ただし、人気の e m a x i s l i m などは、分配金が出ていないので、この株式の配当がどこに行ってるのか気になるでしょう。はい、e m a x s s l i m などの人気ファンドは、分配金なしということで、 これは投資信託の説明書である目論見書ですが Emaxis Slim 米国株式は S&P500 指数配当込み円換算ベースの値動きに連動する投資成果を目指しますつまり S&P500 を構成する株式からの配当も含めた値動きに連動しているこれこそよく言われる配当をファンド内で再投資のイメージなんです実際に Emaxis Slim 米国株式の目論見書には 基準価格の推移や分配金の推移も載っていますが、ここの分配金を見てみると、いずれも0円。つまり、EMAXI SLIM 米国株式は、設定以来一度も分配金を出していないことがわかります。その理由として、分配金を出すと、基準価格が下がる要因になってしまうからです。分配金は、企業の配当金や値上がり益から支払われると言いましたが、 それは投資信託の純資産総額、つまり集まったお金から支払われます。で、基準価格と純資産総額の関係は、さっき紹介した通り、基準価格イコール純資産総額割る口数なので、分配金により純資産総額が減ると、ひいては基準価格も下がってしまうんです。なので、Emaxis s l などの人気のインデックスファンドは、 分配金を出さないことで将来的な基準価格の上昇を優先しているんです。ただし実際に分配金が出るとすぐに基準価格が下がるのかというと基準価格は様々な要因で変動するので必ず下落するわけではないんですがとりあえず分配金が出ると投資信託の基準価格を下げる要因になると思っておきましょう。具体的な例を見てみるとこちらは マイインデックスという投資情報サイトで S&P500 指数の配当を込みとした場合と配当をなしとした場合のリターンの差が載っています S&P500 指数の配当込みつまりイメージとして分配金が出ていない EMAX SLIM 米国株式の理解でいいですがこれだと年平均のリターンは30年間でプラス10.7%それに対して S&P500 の配当なし、つまり配当の分だけ分配金として手元に受け取っている形だと年平均のリターンはプラス8.5%になります。これはつまり S&P500 を構成する株式から出る配当がファンド内で再投資されているので、このように配当も込みで資産が大きくなることでの複利効果によってリターンも増えていると言えるでしょう。 ただし、この話も注意が必要で、投資は預金のように、きれいにふくりは効きません。どういうことかというと、こちらは Google で S&P500 と検索した際にトップに出てくるチャートですが、僕たちが普段見る S&P500 指数のチャートは、配当を含んではいません。 そうなると、先ほど配当なしの S&P500 のリターンを見ましたが、30年間で平均、プラス8.5%だったので、シンプルな直線で示すならば、この青色の線が年8.5%で、複利的に増えていったものになります。ただし実際は、こんな風にはならず、投資は上がったり下がったりを繰り返しています。その上で長期では上昇傾向にあるため、 長く運用を続けた結果、平均リターーンがががプラスになるるので、福利が効いてい,るイメージがいいいいてイメジかと思います。もう一つわかりやすい事例としてこちらは S&P500 の2000年から2019年までの年次リターンの推移ですが2009年以降は非常に好調だったことがわかります毎年10%以上伸びていた年も多かったので利益が利益を生んで約10年間で 3倍になるほど福利効果が効きました。このように好調な相場では確かに福利が効いていることを実感できます。しかし2000年から2002年の利回りを見てみると大きなマイナスが続いているためこの下落期間では福利が効かずむしろどんどんと下がっていました。そのため投資は長く運用を続けた結果として福利が効いているイメージが僕はいいんじゃないかと考えています。さてここまで 投資に福利が効く派の意見をまとめてきましたが、一方で投資に福利が効かない派の意見も見ておきましょう。先ほど分配金の話をしましたが、分配金とは結局運用資産の一部が定期的に支払われる自動利益確定システムに過ぎないので、福利とは直接関係はないだろうというのが投資に福利が効かない派のよくある意見です。つまり、 分配金を出して運用資産が減ることで将来のリターンも減るのは当然なのでこれと福利云々はそもそも関係ないよねという話ですその上で先ほどお話した通り基準価格の変動要因はこのように色々とありその日の出来事でつどつど変化していくものなんですなのでそもそも福利は元本の変動がない預金ならではの考えである投資はただその日の出来事に基づいて 定規に変動しているだけで、複利とは違う。詰まるところ、買った時よりいくら増減したかが全てでしょう。というのが複利が効かない人たちの意見なんです。確かに最初にお話しした一般的な複利とは、結局元本が固定であることと年、年丸パーセントとプラスの利回りが長期で約束されていることが前提なので、預金で言うなら毎年必ず利息がもらえないと複利は効きません。まあ、確かに。 そうとも言えるとは思うんですが、このあたりは、福利に対する捉え方の違いもあるとは感じます。ただし、この話になると、僕たちが普段見ているシミュレーションは、嘘なんじゃないかと心配の声も上がってきますが、そこまで気にしなくても大丈夫です。例えば、こちらのシミュレーションは、年間40万円を20年間、毎年積み立てして、年利5%と仮定すると、5年目はまだ、利益は約32万ですが、 20年目にはなんと利益は約588万にまで増えています。もちろん実際はこんなに綺麗には増えないんですが S&P500 やオルカンの平均リターンを見てみると長く運用を続けたら結果的に資産が増えることが期待できます。で、金融の世界では将来的なリターンを 年利で示すことが一般的なので、毎年0%で増えるグラフにすると、確かに福利が効いているという考えになるでしょう。ただし、こういったシミュレーションも注意が必要で、運用の最後らへんになって、オレンジの部分がどんどん増えていきますが、ここからもわかる通り、福利の実感は短期間ではあまり得られず、長期運用の後半で効いてくるイメージがいいでしょう。一旦ここで、僕の結論をまとめます。 まず、一般的な福利のイメージは、預金のように元本が固定、将来のプラスの利回りが約束されていることが前提なので、投資とは違う。ただし、分配金を出さない投資信託は、構成する株式の配当をファンド内で再投資して、基準価格の上昇要因となるため、それ自体は、福利が効く認識でいいと思う。その上で、人気の米国株式や全世界株式は、 過去のリターンでプラスの利回り将来の上昇も期待できるので長く運用を続けた結果として福利が効いていると考えるのがいいでしょうなので自分は新忍者でも福利が効くと普段説明していますがこれはあくまで福利に対する捉え方で意見が変わると思ってくださいそれでは福利のよくある質問に答えてきますこれを全て理解できれば福利の理解はバッチリなのでもう少しだけ見ていてください まず、ふ利はいつ聞いているかを確認したいので、ファンド内で配当の再投資がいつ行われているか。これは、ファンドの運用は外からはなかなかわかりづらいので、何月何日という具体的な確認は難しいが、開示資料にて配当が純資産に含まれて、基準価格の上昇になった認識で OK。例えば、こちらは e m a x i s s m 米国株式の運用報告書ですが、 ここの分配金の計算過程を見てから、基準価格にどう影響しているのかを見ていきます。はい、これが分配金の計算過程という資料で、ここに費用控除後の配当と収益額が約420億あります。これはファンドが保有する株式などの,の配当金の合計額から、信託講習などの費用を控除したものなので、ざっくり言うとこれだけ、Emaxis s e ム i m 米国株式を 構成する銘柄から配当が出ていることがわかります。その上で、このあたりの金額、すべてを合計した、当ファンドの分配対象収益額、2兆7300億円が分配金の支払いに充てることができる金額です。ただし、実際に分配金は支払われてはいません。その上で、先ほどの分配金の支払いに充てることができる金額だった、分配対象収益額、 2兆7300億円が、この通り、純資産総額に組み込まれて、基準価格の上昇要因になっています。そのため、投資において、何月何日になったら、福利が効くという認識は間違いで、やはり投資の福利は、預金のように、元本取り回りが固定されていないから、長期運用の結果、福利が効くという認識がよろしいかと思います。なお、これも誤解しやすいですが、基準価格は、 様々な変動要因があるので、分配金が出る投資信託は、福利が全く効かないというわけではないことも理解しておきましょう。次によくある質問、分配金受取型にしてしまったが、再投資型の方がいいか。こちらは楽天証券の画面ですが、投資信託を買う際に、分配金コースを再投資型と受取型で選択することになります。分配金コースとは、 選択可能な分配金のコースを表示しています。分配金は税引き後、受け取り型であれば、証券口座の預かり金へ入金され、再投資型であれば、自動的に再投資されます。なお、ニーサ口座で保有の場合、税金は引かれません。これは、福利効果を考えると当然、再投資型がいいんですが、e m a x スス l i などの人気ファンドは、そもそも分配金が出ないので、結論として、どちらを選んでも変わりません。 また、異なる別口座で同じ銘柄を購入しても、福利は効くのか。例えば、米国株式や全世界株式のインデックスファンドを、新ニーサ口座と特定口座、二つで選んだケースを考えています。それぞれ1万円ずつ、年5%で2年間運用すると、1年後には1万500円、2年後には1万1025円となり、二つの口座で選んでいるので、合計で2万2050円になりますが、 それは合算した元本2万円で新ニーサ講座でのみ一銘柄選んで年5%で2年間運用した時の22,050円と同じ金額になります。このように異なる講座で同じ銘柄を選んでも結局は投資先が同じなら合計の投資額に対して福利が効くと思えば OK です。なので夫婦別々の新ニーサ講座に分かれても投資先が同じなら同様に福利は期待できます。 あとは、新人差でファンドを複数選ぶより、一つに絞る方が福利は効くか。これは、リスクとリターンの話につながるんですが、単純な福利の考えだとそうなるんですが、投資は様々な要因で変動するため、一概には言えません。わかりやすく言うなら、そのファンド一つが下落傾向になったら、他のファンドへ分散しておいた方が、トータルでは福利効果が期待できたかもしれません。なので、 この質問への回答で大事なのは自分の投資方針に照らし合わせることでしょう。自分が将来的に上昇が期待できるとも投資先はどこなのか。それが複数なら分散しておく形で OK です。最後に配当がファンド内で再投資されることによって口数は増えているのか。これは口数とは購入する投資信託の数量。つまりあくまで僕らが買うことで増える単位のことです。なので、 配当がファンド内で再投資されても、口数が増えることにはならないんですが、もちろん、分配金ありの投資信託において、一度受け取った分配金を自分で投資に回しているなら、それは口数が増えるため、混同しないようにしましょう。それでは結局、福利を考えると、僕らはどうしていけばいいのか。分配金が出ないファンドを買う。または、少しでも低コストのファンドを買う。これで放置しておけば、 福利問題は解決できます。なお、ここまでお話した通り、福利は捉え方によっていろんな考えが出てくるので、他のご意見もあればコメント欄に書いてください。また質問もあればお気軽に聞いてください。はい。今回の話は以上となりますが、最後に僕からのお願いとして、新忍者や投資に役立つ情報は今後も随時解説予定なので、参考になったと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録をした上で、 待っててもらえると嬉しいです。はい。では今日のまとめです。一般的な福利のイメージは、預金のように元本固定将来のプラスの利回りが約束されていることが前提なので、投資とは異なり、新任者での投資信託も、福利が効く派と効かない派で分かれる。その上で、分配金を出さない投資信託は、構成する株式の配当を ファンド内で再投資して基準価格の上昇要因となるため福利が効く認識でいいと思うまた将来の上昇が期待できる米国株式や全世界株式は長く運用を続けた結果として福利が効いていると考えるのがいいはいこんなところですねまた分からないことがあれば YouTube のコメント欄か Twitter、Instagram を DM から気軽に聞いてください。そしてこの動画が役に立ったと思ったらぜひいいねを押すのを忘れないでください。よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。バンカーアカデミーではお金に関する様々な動画を配信しています。役に立ったと思ったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。